はい、皆さんおはようございます。今日も木更津の道の駅うまくたの里に来ております。周りはこんな感じです。はい、オブジェ、鷹の彫り物があるんですけど、わかるかな。高速の料金所、ではそろそろ出発したいと思います。はい、じゃあそろそろ出発したいと思います。中でこう試食コーナーも楽しみ、これからじゃあ出発します。では木更津の道の駅うまくたの里の出口をオブジェも見ながら、さあどっち、今回は右に出ます。右です。はい、右に出ます。そしてまたセブンの信号、1個目のセブンの信号を右に行きたいと思いますのでね。はい、この信号下堀方面右に行きます。はい、右に向かります。はい、いつものこの狭いところですね。そして今回行ってみたいところはちょっと遠くなんですけどもね、津市港の方に行ってみたいと思います。皆さんは港の方をめがけてきてもらえるとこう少し楽になると思います。港の駅の近くの方まで行きますのでよろしくお願いしますね。では皆さん、それまでまたいろいろなとこ出ますけどカットしますから、港をめがけて走ってきてください。今日のドライブ天気もいいしいい感じですよ。はい、橋のところに来ました。そしてこの橋を越え、この先の止まりを右に行きます。はい、この先の T 字路を右になります。はい、止まれ、そして右に行きますから、この行き白いガードレールが出てきたらそれを左に行きます。白いガードレールまでこの道で行きますからね。はい、白いガードレールが出てきましたらここ左です。左に行きます。そしてこの道道なりずっと行き16号に出たいと思います。結構この道私好きなんですよね。くねくねして道も広く、なかなか走りやすい道です。このまま行きますから、またしばらくしたら出ますからね。はい、牛屋さんを左に見、そして右手にカメリアヒルズ、もうじきカメリアヒルズの入り口になりますね。なんか今日は風がなけやすごいいいドライブ気分って感じで、すごいいい空が、まあ、感じがいいんですけども、なかなかこの風がすごい、車が揺れます。はい、長い下りをまっすぐそのまま、下のセブンの信号もまっすぐ長い下りを行きます。木更津方面横田や君津アカデミアパーク方面には行かず、まっすぐ木更津方面です。はい、このセブンの進行ですね。ここをまっすぐになります。はい、まっすぐ行き、そしてこのままポルシェ通りに入ります。はい、左手がポルシェの入り口になります。ポルシェのコースの入り口、ここを通り過ぎ、そしてそのまま行きますからね。コースが分かるかな。
イポルシェのコースも通り過ぎ、そしてこのまま道なりまっすぐ、まっすぐに行きます。アカデミー方面には行かず、このままずっと行き16号に乗りたいと思います。はい、この夢庵の信号、これもまっすぐ行きますからね。まっすぐそのまま抜けて16号の方に行きます。はい、まっすぐ行きますね。このまままっすぐ行き16号の方に乗りますからね。はい、大東さんの看板が見えてきたら、この先の16号左に上がりますからね。はい、カメラの小出カメラさんか、ここの信号は左になります。はい、じゃあこの信号左ですね。そして16号に入ります。はい、これで16号の合流に入って合流して、そのまままっすぐ16号道なりまっすぐ行きますので、はい、この先の信号まっすぐ、あそこからもうじきで、16号と分かれして127127の方に行きますので、この先の信号も直進です。はい、この信号直進ですね。ここで16号と分かれし、まっすぐ行き127に入ります。このまま127をずっと行きますから、もう道なりって感じですので、立山道木更津南の出入り口も通り過ぎ、そのまま道なりまっすぐに行きます。このまま車線が減少し、1車線になるまでこの道127を道なりに行きますので、このままずっと走ってきてください。はい、この先の信号、君津駅の信号の方もまっすぐ、マックはガストを左に見、このまままっすぐに行きます。ジョイフルホンダ君津店を右手に見、そのまま道なりまっすぐ、立山さぬき方面に来てください。はい、ここの橋も越え、まっすぐ立山さぬき方面に行きます。このまま道なりまっすぐになります。大きな鈴木の看板も通り過ぎ、車線が減少し1車線になります。なかなか元気いい車が来ましたね、軽が。このまま道なりまっすぐになります。あの軽まだウインカー出しっぱなしですよ、元気よすぎ。あ、やっと消しました。はい、トンネルに入ります。はい、トンネルを走り、そのままずっと道なりまっすぐ127を行きます。そしてさぬきも通り過ぎ、港の方まで行きますからね。このままずっとずっと行っちゃいます。だいぶ皆さんお疲れかもしれませんけども、はい、トンネルを通り過ぎ、お疲れモードからまた元気モードに皆さん頑張ってください。はい、この先の信号、さぬき町駅入り口の信号も通り過ぎますので、ここの信号もまっすぐそのまま行きます。立山道富津中央の高速の入り口もまっすぐ通り過ぎ、そのまま道なりに行きます。立山花金屋っていうのかな、この信号を通り過ぎますので、はい、長浜の信号を通り過ぎ、そのまま道なりに行きます。はい、郵便局が見えてきたらもうじきだと思うんですけどね、もうここら辺にあるかなと思うんですけども、そば焼き鳥金谷入り口、エネオスのガソリンスタンドを通り過ぎ、セブンも通り過ぎ、港の駅の入り口の信号を通り過ぎ、
きました。入り口は真正面だと思います。周りはこんな感じです。北方の道です。佐世山方面ファミリーマートが見えます。駐車場は狭いので気をつけてください。オープンまで待ちます。オープンしました。入ってみます。しました。どうぞ。生姜焼き定食が来ました。すごいぞ。いただきます。ごちそうさまでした。大変美味しくいただけました。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。大変おいしくいただけました。ありがとうございます。駐車場が狭いので皆さんご気をつけください。バイクだといいかもしれません。